どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、じゃあ始めていきましょう。宇宙の距離感というのを皆さんしっかり見ていきましょうという形になります。よろしいでしょうか。はい、こちら光が1年間で進む距離のことを1光年と言います。よろしいでしょうか。光が1年間で進む距離のことを1光年と言います。よろしいでしょうか。はい。1年間で光がこんだけ進みますよっていうのが1光年というふうな形になるわけなんですけど、これを皆さんしっかりと覚えてみましょう。だから、1光年って何ですかって言います。1光年って何ですかって言われたら、光がいいですか？光っていうのはだいたい1秒間、1秒間地球を7周半すると言われてますけれども、そのスピードで1年間進んだとしたらっていうのが、こちらになるわけです。1光年という形になります。1光年。はい。というふうな形になります。皆さんよろしいでしょうか？つまり光が1年間でどれくらい進むのかなっていうのが1光年という形になります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。